さあひざ拭くサポータープラスがどんな感じになっているかお見せしていきますさあまずですねこれ分かりやすくねこの柄のついた方でいきますけれどもまず人間の体で一番大切なのはこの部分この一番下の部分ねこれ別にゴムの切りっぱなしで先までおさかく坂君先までつけなかったのそうじゃないんですよここが重要なんです何をしてるかというと今色のついてない方ねこの真っ暗の方ちょっと見えづらいんでこの色のついてる方でやりましたけれどもここの部分 指先までででは必要ないんですよ何が大事か足の中でここのアーチ土踏まずを作っている立方骨というのをしっかりと上に上げて土踏まずを作ってあげることが大切ですでここにまず1つ目のサポートアーチが入りますでそこから当然足の裏で着地をしてその後建物の1階が足の裏です2階に当たる部分どっかというと足首。 足首ねこれ非常に便利にできてるんですけど、まあ、くるぶしがあってここにまあ分かりやすく言うとこの周りからボルトでグリグリグリって止まってると思ってください周りこうスポンって刺さってボルトボルトで止まってグリグリが、まあ、いわゆるこのくるぶしねで足首足首もこうやって回るじゃないですかどっちも動くっていうことは非常に便利なんですけどこれが歩行となると ちょっと厄介なんですよ。なんでかって言ったら揺れることができるわけです。あちこち回ることができるからで、そこから足首をしっかりとホールドしないといけないです。要はグリグリ回らないように動かないようにホールドしてあげる。 土踏まずをしっかり作ってあげて端を作りますまず衝撃を吸収する足の裏にするそこから足首をしっかりとサポートしてあげて前に進むためのエネルギーが逃げないようにしますで、そこからつまずかないためには足つま先を上げないと引っかかりますよね引っかからないようにこのすねの筋肉が足を持ち上げてます要は つま先を上げる筋肉はすねの筋肉ですこんな薄いところに薄い筋肉があるんですよこれが上げてくれますでさらに前に進むための力が必要ですね前に進む筋肉はどこにあるのとふくらはぎですふくらはぎが後ろから前に前に押してくれる筋肉ですで建物は 上に行けば行くほど揺れますよねビル見たら分かりますよねビルとか高い木とかねこうやって例えばまあ風が吹いたりとか地面が揺れたりするとものすごく揺れるじゃないですか上に当たるこの三階の部分ここが建物の一番上ですえ上もっとあるよねと思うじゃないですかそれは次股関節になりまあ、背骨になってくれるんでちょっと揺れ方が変わってきます歩く時に一番最上階膝になります膝がさらに揺れやすくなるんですよ建物の三階上ですからね これ膝もクリクリこう回りますよね。動くっていうことは歩くときには不便なんですよ。なんでかっていうとまっすぐ進みたいのに揺れたらエネルギーが逃げちゃいます。なのでこれがまっすぐ進むまっすぐ進むためにしっかりとしたサポート。要は膝がぶれないようにするために膝の周り要はお皿ですね。 このお皿の部分もしっかりと守ってあげるこのサポートが必要ですで後ろ側後ろから押してくれるふくらはぎの筋肉を両側から前に進みやすくするため要は全てこの膝楽サポータープラスを履いていただくと前に歩く前に歩くというエネルギーが100自分のエネルギーがあるとしたら100のエネルギーで前に進るようになるんですなのでご自身の体を持ち上げるのも楽になりますしとにかく 歩くこと、足を上げることが非常に楽になります。まあ、感覚的に言うと分かりやすく言うと、ちょっと山登りきついな。坂道きついなと思っている時に、後ろから人がこう。ちょっと手を添えて押してくれたら楽に進むじゃないですか？それと同じようなことが、この膝楽サポータープラスを履いていただくと起こると思ってください。横に揺れないようにするのが非常に大切なので、このような膝楽サポータープラスを履いて、自分のエネルギーが前に進むように。 後ろもそうですよ進むようにサポートしてもらってくださいこれが「ひざらくサポータープラス」の機能になります